私を存在に扱うと言って、ちょっと待ってください。誰が存在に扱うんですか。すげえ存在に扱うんですよ。やめろやめろ。たまにちゃんと俺も鈴井さん側に行くからね。いつまでも味方だと思うから。そうだよね、うん、あのその前に存在に扱うというのを否定してもらっていいですか。あすごい、まずいです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 、うまいです。ダメです、ダメです、ダメです。でもこういうのはどうなんですかね。女性側からしたらやっぱりちょっと、うん、確かにどうなんだろうみたいな思ってしまいがちですけど、でもこういう男の人っていますよね。隣にいるシラトリックなんかも結構そういうタイプだと思うんですけど、同じことやったら最初はね、合う、みんなね、恋愛っていうのは最初共通項を探すで、秋が合うだとか趣味が一緒とか、でもどん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 付き合ってるとか、長くなれば長くなるほどどれだけ合わないかっていうことが見えてきて、そこが合わない合わないになっちゃう。合わないって人間だ。だからそこをやっぱりこうちゃんと受け止める力、それがないとダメだと思うんで、うん、本当にやったら違う、全然自分の仕事側は逆に理解してくれないぐらい、何やってんのかな、よくわかんねえよっていうぐらいの方がいいわけですよ。そうっすかね。妙にね、説得力ありましたけど、いやまあ